ストーンズ松村北斗&上白石萌音ダブル主演映画夜明けのすべてベルリン国際映画祭のフォーラム部門に正式出品。人気グループストーンズのメンバー松村北斗28が女優上白石萌音25とダブル主演した映画夜明けのすべてが17日ドイツで開催される第74回ベルリン国際映画祭2月15、25日のフォーラム部門に正式出品されることが決まった。同映画の公式 X でチームの一員としても松村北斗個人としても本当に誇りに思いますと喜びのコメント。ドイツのベルリンで毎年2月に開催される同映画祭はカンヌ国際映画祭、ベネツィア国際映画祭と並ぶ世界三大映画祭の一つとされ、フォーラム部門は新しい視点を含む大胆で革新的な作品を集めた部門で、強い個性や多様性のある物語が選出されている。生きづらさを抱えた2人の男女の特別な関係性を描いた本作が国境を越えてどのような視点を持って評価されていくのか注目が集まる。なお障害のある青年山添くんを演じる松村は昨年声優出演した映画すずめの戸締まりの声優でもあるが第73回ベルリン国際映画祭に正式出品されており、今年で2年連続の招待となる。松村は同作でアニメ界のアカデミー賞とされる第51回アニー賞で声優賞、映画部門、へのノミネートを果たしたばかりで、声優初挑戦にしての快挙に世界中から脚光を浴びている。